はい、どうも皆さん、こんにちは。久しぶり、絶対絶命都市4プラス、やっていきたいと思います。ロードゲームからの、絶対絶命都市5のゼータですね。やります。いやー、ちょっと久しぶりだ。奇跡の水を見つけて、救世主になったという場面からですね。で、タイトルが、絶対絶命都市5にしろという、なんか、意味わからない展開になって終わったというところで、3日目の夜かな？オッケーオッケー。で、水を一回汲んでこよう。で、多分また戻れば、展開が変わってくると、思います。あ、コンパスの鳥動いとるな。おっと、奇跡の水か。みんなを騙している後ろめたさを感じつつ、ただの水を汲む。みんなに見つからないように水を汲む。奇跡の水様様だな。さりげなくただの水を汲むふりをして。隠れてやってんだね。まあ別に。騙してはなくね。奇跡の水だもん。ちゃんと、ね、体調不良もね、治るみたいだし。さりげなく。こんなところで何してるんですか？もうやめましょう。ん？どういう展開？おい、今の話聞いたぞ。何何何？おい、みんな来てくれ。どういう展開だよ。なんだ？意味がわからんぞ、この展開。こいつが外国人と話しているのを聞いたんだ。奇跡の水なんて嘘だったんだ。こいつ、みんなを騙してたんだよ。いや、嘘じゃないでしょ。なんという悪人だ。人の弱みにつけ込んで、こんなインチキで自分だけ甘い汁を吸おうとは。どういうこと、どういうことだって。体調不良治ってんでしょ。嘘。何、嘘なのこれは。向こうが言ってきた奇跡の水なんでしょ。すみません、言い出せながら、へて、おだてられて気持ちよくなって。ただの水。いや、まあ、ただの水っちゃただの水だよな。だから、ただの水だって言ったのに。言い訳になっちゃってるね。ただの嘘のせいで、治療が遅れる人がいたら、どうするつもりだったんだ。よそ者のあなたを、仕方なくこの避難所にいさせてやっているのに。恩をあだで返すつもりか。みんな、こんなやつ構わねえ。ここから追い出せ。ねえ、じゃあどこで寝るの。痛い痛い痛い。いや、なんだこの争いは。いや、展開マジで意味わからんわ。朝になっとるし。まあ逃げ出すしかないね。思い出をかみしめながら、得た経験をかみしめながら逃げ出しましょう。
どうやら追ってくることはないようだ。ナニーがいなくなっている。いやマジで意味わからんこれ。焼け野原、まあいや逃亡の4日目次です。マジで意味がわからんこの展開ね。水はあげない方が良かったのっていう感じかな。めっちゃ近くなんだけどねこれ。学校からは出てこれないんだ。まあいいや、もういい、次行こう。次なんか知らんけど朝になったし、もうほんと意味わからんな。まあいいや。うわ、いい、ほんといきなり焼け野原だけど。ん？あまり見ない顔だね。なんだなんだが。ここには何もないよ。地震が発生した直後からずっと燃えてたからね。この数時間前にようやく鎮火して入れるようになったばかり。急に重たい。燃えちゃったよ。急に重たい展開。いやこれ絶句だな。これは絶句だけど。分かっただろ。こんなところにいても何もないんだよ。いや、なんかあるでしょ。嘘に言った方がいいよ。いや、僕は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら、そうだな、できることがあるかもしれない。商売のネタ。いろんな光景を目に焼き付けておきたい。いや、できることがあるはずだ。僕にも皆さんのためにできることがあるはずだから。そう。そうかい。それならお前さんの気が済むようにやりなさい。顔まで焦げちゃってるこのおばあちゃん。何があるんだここは。おお、全校ポイント15。まあそれはいいんだわ。一旦セーブするか。いやーもうほんと意味わからんかったな。トイレと飯。どこまで黒焦げ。おーい、待てよ。でもここトイレある。ワンチャントイレあるんじゃねえか。ここなんだ、コンビニだよね。ここ入れる。なんだここ。汗だくの店員さん。この川のこと、スーパーの名前。スーパーの名前、〇〇〇商店。名前をつけたり仮の名称ままになってるわけではない。あ、ね、そういう読み方そういう読み方なんだ。三重丸商店。なるほど。この川は見切り川、ためらい橋。なあ、でここは行けないんだね。なるほど。とりあえず飯食っちゃってかな。アイテムから、そうだね、幕の内弁当、満腹。喉がめっちゃ乾いてるのか。オッケー。まだランドセルでしたしな。もっと大きいバッグが欲しいけど。なんで何にも売ってくれるわけじゃないんだ。じゃあよかったな、買っといて。いろいろだってあっちは全くなのにさ、ここだけめちゃめちゃ黒焦げって。
泣くんじゃない。だけど。だけど。話しかけづらいな、こんな状況だと。呆然としている。おっと。いや、君か。あれから変わりはないかい？あれ、友やこれ。一瞬だけですが、王様のような待遇を受けていました。避難所で皆から石を投げられて大変でした。怪しい集団に追いかけられたりして大変でした。まあなんとかね。まあなんとかやってくれています。うん、そうか、よかった。ひどい友やだよね。最初の地震からずっと燃えていたんだそうだ。最初の同時にいろんな場所で火事が起きたから、消防車が足りなかったり、崩れた建物で道路が塞がれてすぐに来れなかったらしい。こんな状況だけ ど、 なるほど、ね、ここには人がいるんだ。何か少しでも役に立てればと思って来ているんだよ。カナエさんはどこ行ったんだ？そうそう、カナエも元気だよ。お、今は水蓮公園でボランティアをしてるはずだ。なるほど。そういえばカナエが僕を襲った男と似たやつに話しかけられたらしい。まだ僕を探しているみたいだ。あの最初にいたやつか。何をするかわからないやつだから君も気をつけた方がいいよ。そろそろ僕は行くよ。それじゃ君も元気でね。おお、頑張ってくれ。いいやつそうだなあいつは。トイレだけでいいからないかな。トイレだけでいいからさ。以上にひどいな。子供のことを思うと。お、ここは行けるか、行けないのか。何か起きるな。ん？申し訳ありません。亡くなった子供たちに、残った子たちがお別れをするところなんです。今はご遠慮ください。はい。中を通してくれるだけでいいんです。それなら仕方ありません。失礼します。ちょっと入ってみたいな。中を通してくれるだけでいいんです。ごめんなさい、今はご遠慮ください。ああすいませんね。なんか兄ちゃん、守る兄ちゃんが帰ってきたよ。始めるってさ。すぐ行くわ。守る兄ちゃん結局お花見つけられなかったんだって。だから真っ黒焦げのお花しかお供えできないんだってさ。この人は？花を持ってきてあげよう。ああ。通りすがりのものだけど、花を持ってきてあげよう。え？本当？花？この辺りはすべて焼けてしまって、燃えていない花は、私たちも相当探しましたが、どこにも。いや、この外は結構あれだったぞ。外から入ってくるものも食料が中心ですから。え、花ね。花を持ってきてくれるって嘘なの？嘘じゃないぞ、約束だ。約束を守れなかったら。守れなかったら？な、何でも聞いてくるな。100万円腹下し中。やめなさい。逆立ちして、ああ逆立ちして商店街を練り歩いてやるよ。え、逆立ちで商店街を？すごいや。意味がわからんな。そんな約束して大丈夫ですか？無理しない方がいいですよ。
いや、この展開ありそうだよね、花を。きっとだよ。おう。花ね。お兄ちゃんが焼けてない花を持ってきてくれるんだって。すごい。よかったわ。これでアキラたちも喜ぶよ。よかったね。思っていた以上。何、絶対ダメみたいな、無理だろみたいな展開ね。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。ロッカー、牛乳、焦げ焦げやな、マジで。お風呂か、なんもねえな、本当に。もう右は マジでなんもない。鼻ダメだったのかな。戦闘っぽいな、ここは。乗り換えでは済まなさそうですね。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気に。こっちから行けるか。怪しいな。入れんのか。くそ。何もする気にならない。花ぐらい欲しいな。ここから。燃えちゃった。お、花屋。そこの川べりに、川の缶、ああ、川べりに、あそこの花なのかな。あ、花あるよ。花あったぞ、あそこに。こっち行けないのか。あの花だろう。どうやったらいけるかな。もう一度あそこ行ってみてかな。花、この川の中に入る方法。うちのスーパーの裏口を反対に抜けるとスロープ。スナック窓から中を通らせてもらうしかない。 OK。 スナック窓かのところへ行き、ここだな。燃えちゃった。くそ。こんなところまで黒くね。中に誰かいるみたいなって全然あれがないと。ここ行けるだろう。ダメか。スナックのママ、お好み焼きの裏。お好み焼きの裏。お好み焼きがわからないな。全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。理髪店。銭湯。お好み焼き。児童施設。これはどこだ。泣くんじゃない。ごめんなさい。
お、スナックのママ。理髪店の主人。なるほど。なるほど、じゃあ理髪店の主人に話を聞きに行って。こんにちは。壊すことになってるから一気にやってしまおう。ハサミ。ハサミ。じゃこれアイテムがな、どっかに落ちてるはずだぞ。何か、何か持ってないのか。何もする気にならない。ハサミを探せ。どこで落としたか、もうちょっと詳しく話を聞かせてくれ。地震が起きた時に運んでいる途中で落とした。銭湯の中ではないよな。一応見てみるか。どうせ全部取り壊す。お、思っていた以上に。コンパス違うな。運んでいる途中で落としただから、まあここはないよな。ハサミ。ためらい橋の方行き来してたから、その間で落とした。ためらい橋、これがためらい橋だね。ためらい橋とここを行き来してたから、じゃあこの直線のはずだよ。この直線。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。ためらい橋。この直線だって一直線だもんね。お、聞いてみようぜ。出てきた。おい、なんだ。なんだなんだ。持ってたんか。よし。私のハサミ。10万円。塗り替えでは。いいよ、無償で無償で。1万円ゲッツ。よし、やる気を出させたから、スナックのママのところへ行って。おい、どうだ。うん、鍵ゲット。鍵ゲットからの裏に入って、開けて、さあ何が起きる。おっと、お前か。拳銃向けられたんだけど。うん、あんた。うん、前に会った兄ちゃんが。そうだ、ちょうどいい。なんだ。あれからこの男を見かけなかったか。ああそうね。一番下で行こうか。何をしたんだ一体。この男が一体何をしたんですか。こいつは
許されないことをした。なんだと？必ず捕まえなければならん。ああ、いやだ、迷うな。さっきそこにいたんだよね。うん、これで言っていいのか。さっきそこにいたのを見ましたよ。何？クソ！さあどうなった。アングル悪っ。いや俺は花を、花をね。お、裏に入ったな。これこっちか。おお、いったいった、これはいけるぞ。だいぶ使ったけどな、水に。え？今の画面の切り替わり方やばくないか？今の切り替え方やばない？今ゲーム落ちそうになったでしょ絶対。まあ危ない危ない。よしよし、これで一旦は大丈夫かな。花届けて終わるか。ここは逆だ。方向感覚がわからなくなる。こうだな。で、こうだ。全部燃えちゃった。あ、トイレだ。よかったよかった。トイレのバロメーターいるのかな。ひどいな。さあどうだ。持ってきたぞ花。まさか花を。どうにか手に入れました。どうにか手に入れました。ありがとうございます。とにかく中にどうぞ。お兄ちゃん、花持ってきてくれたんだね。当たり前じゃないか。おかげでいい供養ができました。本当にお花を持ってきていただけるとは思いませんでした。これでアキラたちも天国で喜んでるよね。ええ。なんだ、まだいたのか。思っていたより残ってるな。どうせなら完全に焼け落ちてくれればさらちにする手間が省けたのにな。さあ出て行ってもらおうか。兄さん。誰だ、誰なんだよ。家賃を滞納してるから追い出されても文句は言えない。全財産を投げ打ってでも助けなければ。いや無理、金がない。そんなに、そうね、空気読めないやつだ。この大家、空気が読めないやつだぜ。おい、さっさと出て行けよ。とにかく荷物をまとめて子供たちも外に出すんだ。兄さん、わかったわ。荷物だって？
何か残っているのか？あらら、あらら、お花をありがとう。よし、これで、あれか、友也の展開がまた変わるのか、もしくはどうなるんだ。壊すことになってるから一気にやってしまおう。あっち行きたいんだけどな。まあいいや、とりあえずこれで一旦終わりたいと思います。はい、というわけで、いきなり施設を追い出されて、避難所を追い出されて、丸焦げになった町まで来て、そこで花をゲットして届けるというミッションまでやりましたけど、意味がわからん展開が多いな。そして友也は大丈夫なのか、もしくは友也は悪いやつなのか、そこもわからないね。まあ、また次回やっていきたいと思います。それでは、さよなら。